こんにちは、旭ヶ丘町内会の久保でございます。今日ですね、令和2年の6月15日なんですけども、朝10時ぐらいだったかな、 LINE を見るとこういうふうな連絡がありました。交通安全週間の上りがあるじゃないですか。あれの台座に重りがね入ってなくて、要するに水とか砂が入ってなくて倒れてるんだよってことだったんで連絡いただきましたんで、私すぐにね行って、まあ水でも入れて、置けばいいのかなと思ったら、まあちょっとね水が入らない状態になってましたんで、ちょっと動画撮ってますんで、そちらの方をご覧いただければと思います。じゃあ切り替えます、どうぞ。おはようございます、旭ヶ丘の久保です。旭ヶ丘町内会の久保です。今ね、ご近所の方からご連絡いただきまして、この上りが倒れていたということだったんですよ。でこれ水が入ってなくて砂も入ってないんで、ちょっとした風の煽りでね倒れてしまうという連絡をいただきました。そうだ、日付ね、令和2年の6月16日ですか、今日は月曜日の朝10時26分ですね。本当に5分ほど前に私の方に連絡が入ったのを見たんですぐ来たんですけども、これねここに水入れれば終わりなんで、私がやっときますね。これを交通防犯の方に連絡して処置を待つと、またね今晩になったり明日になったりしますんで、このぐらいちょっとちょっと終わると思いますんで、私がやっときます。で担当の方には事後連絡しときます。まあ大したことじゃないんでね、これまあ気づいた方が水入れてもらっても全然いいですからね。じゃあやっときます。分かりました、原因が。これ今水入れたんですけども、破損して水が抜けてますんで、いくら入れてもダメですね。ということなんで、ちょっとこれ立てたままだと危ないですから、一旦持ち帰ってきますね。すいません。はい、ということでね、交通防犯さんの、交通防犯さんじゃないや、こちらの上りの方ね、持ち帰ってきましたんで、とりあえず、我が家に置いときますんで、ちょっとボロボロなんでね、これ、もう廃棄してもいいのかなと思うんですよ。上りの方も、この下の台の方も。ですんで、一旦廃棄扱いで、一応保管をさせていただきますけども、これでまた必要になった時、所定の位置に置くようにしていただきたいと思いますし、必要なものがありましたらね、台座とか、購入の手続きをしていきましょう。ということで、今回は以上です。ありがとうございました。はい、ということですんで、一旦ですね、交通防犯の旗と重りの方は、私の自宅の方に引き上げております。まあ見たところ旗もビリビリでちょっと使えそうにないのと、台座の方もですね破損してますんで、これ両方とももう廃棄でいいのかなと思うんですよ。でもそうなるとまたね、新しく購入ってことになりますので、こちらの方は交通防犯さんの予算を割いていただいて購入していただくことになるかなと思うんですけどね。こちらの方ね、ちょっと独断で申し訳ないんですけども、私の方が処理をさせていただきました。で、担当の方ね、ぜひね、またご連絡いただいて、どういうふうにしていくのか打ち合わせることができればと思ってるんですけども、当面はあの場所に上り、どうですかね、いらないですかね。いるのかいらないのか、ちょっといまいち私も判断がつきかねるんですけども、交通安全週間が終わってるようでしたら、そのまんまこのまま撤去したままで、一旦終わりということになりますし、まだね、上りを立てる日数が残ってるようでしたら、こちらの方は新しい上りをなんとかするなり、下のね台座をなんとかするなりして、また旗を立てないといけないのかなというところもあります。とにかくねご相談いただければ幸いでございます。それでは、以上です。